お、爪やば。うわ。俺と同じ名前のラクダがいたんだ。マジで？まだいるかな。これお腹ガッてしたら殺されるんだ。確かにそれが一番でかいね。うん。あれが出るからな、今日。はい、お前いつものカメラ回ってる時、くっそやなって言ってて、カメラ回った瞬間、ほんま可愛いよなって。どうも、一六の宮本です。今ですね、相方と二人で動物園に来てるんですけど、相方とこういうとこに来ると、いつも相方、カメラ回り出したら急に動物可愛いとか、動物好きとか言うんですけど、カメラ回ってないとこでいつも動物くせえとか、ほんま気持ち悪いわってばっかり言ってるんで、今日ちょっと今相方トイレに行ってるんで、こっそり僕のスマホで隠れながら、その相方の裏の顔っていうのを映していくドッキリをしたいと思います。ちょっとこの後ね、相方またいろいろ回るんで、その時ちょっとだけ僕隠れ、スマホを、こっそりムービーモードにしながら、相方の本当の姿を撮っていきたいと思います。それでは後ほどお楽しみに。見えてきた。どうだったよ。ああ、撮るまた結構、うん、まあ人気あるね。見えてなんか見えなんか雰囲気っぽい見えてる。あ、でも動物園けれども、あ、動物園言えばうんこも見える。あ、ね、あ、まあ、どっちも結構いいけど、サバンナか。うん、サバンナか。うん、結構スマホとかしてるよね。ダチョウすげえ顔してた。さあ、ここ着いたな。カワウソだってよ。臭いな、ここも。何ですか。動画撮るよ、これ。なんかすげえ獣なのに。カワウソいる？あ、まあ、一応撮っておくか、じゃあ。うん、前はなんかめんどくさそうだけど、まあまあ一応撮ってるよ。さ、カワウソ、どうぞやってきましたね。うん、いや、かわいいね、カワウソってなんかこう、小さくてさ。うん、いや、かわいいね、カワウソってなんかこう、小さくてさ。あ、え？めっちゃかわいい。お前の方で動画撮ってんだ。あ、俺実は今こっそり隠れながら自分のスマホでお前のこと撮ったんだ。あ？え？いや、お前の本当の正体をやっぱ、本当のお前の気持ちをやっぱ皆さんにお伝えしたいと思って。何が本当の正体？こっそりこう、下手に持ちながらお前のことを。え？ちょっと別に。うん。別に普通に回ってるだけやもんか。うん。臭いって言ったところちょっとな。臭いな、ここも。何あそこで言ってた。思いっきり言った。しかも無意識だったんだな。せーなもいるこれって言ったな。いや、違う、それいらない。普通にやろう。何が、一応ドッキリ動画も一応な。ドッキリ、うん。お前に何も言わずに回したらどうなるかっていう。いや、うん。というわけでですね。ないね、何なのそれ。何の企画。だから、お前がカメラ回ってる時だけ動物可愛いって言って、回ってないとこでクセーだの、キモいだの言うってのを、本当か立証するために今ちょっと撮ってたんで、説立証大成功でしたね。カワウソのコーナーでさ、本当カワウソのみんな本当ごめんね。というわけで、カワウソの前で嘘つきが、カワウソと人嘘だな。人の嘘つきの塊があった通りだということで。この動画はここまでで。何やねんそれ。
どうなるか分からんだけ。分かんねえよ。例えば相方が死んだ場合、親に嘘ついてたってバレてキャバ嬢にマジキモいって言われて、嬢様にあの人最近産みつこないって言われてしまえんだぞ。もう人生の集大成する。俺お前みたいな人生送れないともうハゲてもいい。何よ俺だってもうハゲてきてる俺。今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。